眠ってしまっております。この後1時30分になりますと、2歳の双子のパンダ、海浜と陽浜、2頭揃っておやつが酒を食べている姿をご覧いただけます。時間ございましたら、この後1時30分に佐渡の運動場へお越しください。また海浜と陽浜のウェイクアップタイム終了後には、向かって右側の運動場で4歳の双子のパンダ、海浜と陽浜のウェイクアップタイムも予定しております。本日は屋内の運動場ではパンダウェイクアップタイムは行いませんので、ご了承ください。さあ、ようやく妹の陽浜も起きてきまして、この後ウェイクアップタイムの準備を行います。海浜と陽浜は一度バックヤードへと戻りますので、ご了承ください。屋内の運動場ではパンダウェイクアップタイムは行いませんので、ご了承ください。